こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も雑談をしていきたいと思います。今日も色川武弘さんの裏表人生録から続きを読んでいきます。何を眺めるかの章。最低の会社でも 構わないと思っていたけれども、その時入社したところは大きなビルの中にあり、構えもゆったりしていて、業界史としてはそう小さいところでもなさそうだった。もっとも経営者は悪僧を敷いたけれどもね。悪僧って悪い顔ってことですね。さて、それで眺める。眺めるのは、博打場の経験の中でかなり慣れていたけれども、博打場では眺めているだけじゃ一銭にもならないんだね。でも会社というのは便利なもので、眺めている段階でも給料をくれる。しばらくは先輩が仕事を教えてくれたり、引き回してくれたりする。俺はもともとおとなしいからね、黙って従って先輩の言うままになっている。はいとかいいえぐらいで時折ニコッとしたり。小さい時から人見知りが激しくて、集団の中ではいつも端っこで黙りこぶっていたから、おとなしくするのは得意芸なんだ。同時に博打場の経験のおかげで、大人をあしらってしのぐことを覚えたからね、内心では。こいつを引きずり倒すと懐からいくらぐらい出てくるのかな。ぐらいのことは思ったりしているんだけどね。先輩たちは俺のことをなんだか煮え切らない、面白みのない小僧だなぐらいに思っている。まあそれでも使い走りぐらいはさせられるだろうなんて。俺はつまり博打場でいうところの経営をしているつもりだったからね。眺めてる間は一銭も張らない。自分の性格特徴、自分に関するデータは一切表さない。俺はそのやり方が楽だったからおとなしくしていたけれど、この期間、君の気質に合わせた別のやり方もあるだろうな。それで何を眺めるか。物を眺める時のコツは、まずはじめにこれ以上は疑っても仕方がないという素朴なところまでできるだけ戻ってみることだね。分かりきっているなんて思わずに、ごく当たり前のことをおさらいしてみるんだ。それでね、眺めるという場合、いつも自分自身を忘れず、自分もその眺めの中に入っているんだ。というより、自分との関係を眺めようというのだから、どの眺めにも当然自分が入っているわけだね。ということです。まあ、新しい会社に入ったら眺めると。眺めの中に自分を入れて、その中から眺めると。自分と関係、周囲の関係も、もう一人の自分が眺めるということですね。で、続きです。そこで1、自分はまず自分の都合に沿ってこの会社に入社した。2、会社は会社の都合に沿って俺を入社させた。3、従って双方の都合がミックスされたのが現状と言える。契約書の書式にちょっと似てるねということです。まあ会社が人を雇うっていうのは、まあ雇用契約ですからね、根本的にはね。会社には会社の都合があって、自分には自分の都合があって契約結んでるってことですよね。ということですね。これは当たり前の話なんですけれども、続きです。まあ当たり前という流れ、できれば当たり前以前のところまで後戻りして、下からとだんだん押し上げていくんだ。そうしないとね、思い込みをそのまま通過してしまうということもあるしね。それから当たり前のことであっても、いつも忘れないでいるとは限らないからね。物事の原理原則のところにしょっちゅう戻るということは必要なことだよ。俺たちは飛行機と違って契機がないからね。常識だとか道徳だとかいうものは人々の思い込みが多くて、契機っていうのは速度計とかそういうやつですね。契機ほど当てに、ほどには当てにならないと思った方がいいな。だからいつもきちんと眺める癖をつけないとね。当たり前のところはね、戻らないと、まあ、憶測誤るということですね。続きです。自分の都合に沿って入社したという1の5、これは自分のことだから入社に至る事情はもちろん忘れていない。募集に応じるということは、その社に働く意思があり、自を低くして雇ってもらったということだ。喉元すぎれば暑さを忘れるというけれども、一旦に入社してしまうと、この原点の印象が薄らいでくることが多い。しかしまた頭を下げて雇ってもらったのだけれども、そこに至る前にそもそも自分の都合があってそこから出発しているのだということもはっきり頭に刻みつけておくことが大切なんだな。そして2の子、自分にも都合があると同様に会社の方にも都合があって、それに沿って社員募集をした。そして俺を雇ったということは、何らかの意味で俺というものが会社の都合に沿っている男だったか、
あるいはそのように見えたということだ。それが何か、会社は俺にどういう期待をし、どういう要求をしているのかということです。まあ、自分の都合で応募に、募集に応募してるんで、まあ雇ってもらうときは、頭下げて雇ってもらってる部分はあると思うんですね。面接にわざわざ行ってですね。で、そこの部分忘れて、社長の悪口とか言い出すと、雇ってもらったにもかかわらず、喉元すぎれば暑さを忘れるで、会社の悪口言い出すっていうことがあると。まあそれはでもおかしいと、もともと自分で応募してるんですからね。で、二つ目、会社の方も、社員募集、都合があって社員募集をしてると。何かを期待して雇ってるわけですね。その期待が何なのかってことですね。で、続きです。俺の知人で勤めていた会社が新聞に社員募集の広告を出したんだ。その会社はかなり左前になっていて、新しい金主、まあ資本出してくれる人ですね、を見つけ、資金を導入しなければならなくなった。そこで作業が順調であるように見せるために、社員募集の広告を出したんだな。それで実際に新社員を一人入れた。ところが、その社は実際には社員を一人増やす余裕はない。だから新入社員が入るとフル手を一人辞めさせなければならない。俺の知人は日曜出勤して倉庫の整理をし、日が暮れて洗面所で汚れた手を洗っていたら、社長にポンと肩を叩かれて、君ね、残念だが明日から出社してくれなくてもいいから、と言われた。中小企業ではこんなことそう珍しいことでもないんだ。今組合があるからといっても形ばかりの組合も多いしね。とにかく社員を入れると一見簡単に見えることでも、会社の方だって実に様々な都合があるんだからな。まあ社員を募集してる。今、大手の都銀が採用人数来年から減らすって言ってるんですね。今まで1000人単位で取ってたのが1000人切るって話なんですよ。もう、みんなネットで振り込み決済とかやってますから、あと ATM だけある、窓口業務がいらなくなってきてるんですね。で、金利も低いから、お金貸して儲かるわけでもないし。ということは、業務縮小してるんですね。そうすると、新入社員取らなくなるわけですね。でも、そんなこと10年前ぐらいから分かってたんですよ。でも、まあ、なんとなくリストラしながら、新入社員だけ確保してたんですね。で、そうなると、それ、新入社員すら取らないっていうのは、本当に銀行自体が、すごい縮小傾向にあると。まあ、人口も減ってますから、少子高齢化で。まあ、銀行っていうのは今まで、みたいにたくさんいらなくなってきたってことですね。まあ、どんどん合併したりもしてますけども。でも一応、今まで形だけでも、新入社員取ってたんですね。私も地元の親近感が勤めてる人に聞いたら、まあ、地元の親近で言っちゃいけないか。まあ、だから形だけ雇ってるケースが多いんですね。で、仕事は意外とないっていうことが、入ってみると。多いらしいですよね。まあそれどこの企業もそうなのかもしれないですけども、でも採用しないとしないで社業が順調であるように見えないと、急に採用新卒採用今年辞めますって言ったら潰れるんじゃないかと思われるんで、形ばかりやってるというケースがあるってことですね。で、続きです。そこで一番大事なのは ③ の方だ。なんだ、会社と俺双方の都合はいつも背中合わせの要素を含んでいる。生活共同体であり、共に栄えたり衰えたりするのだけれども、にもかかわらず都合としては背反してるんだね。俺は俺の都合を主としたい。会社は会社の都合を主にしたい。ところが双方とも自分の都合だけでは成り立たないんだな。だからこそ俺は社員募集に応じ、会社は俺を入社させたんだ。そこで双方の都合をうまくミックスさせて、双方とも事態を持続させていく必要がある。そのミックスの度合いをどうやってうまく保っていくか。ほら、ちょっと難しくなってきたでしょう。会社の都合が8分2分ぐらいで主になってるケースがある。このケースは多いね。しかし、そもそも自分の都合があって、それに沿うために入社したんだ。それでも自分は一人、会社は大勢で、一人の方が不利だから、いつの間にか自分の都合が手元を離れて、風に吹き流されていってしまうんだね。まあ、ほとんどの会社、有給なんか全部紹介できないですね。まあ、サービス残業も、そんなおっぴらにはやんないでしょうけども、残業の上限が何時間とか意外と決まってて、それ以上は、まあ、タイムカードを押してから働いてるケースもあると。まあ残業自体が認められないこともあると。それは会社の都合の方が強いからですね。会社は大勢で一人は不利だから、まあ、
会社の都合に合わせて働いているケースが圧倒的に多いってことですね。で、続きです。自分の都合が8分2分ぐらいで主になっているケース、これは割に少ない。これでは自分の都合が空回りしていることになりがちで、事態が持続しないからね。で、俺は労働法に従って就業規則にあるだけの、有給取りたいって言って、まあ、全部ガチガチにやるとしますよね。そしたら全然それで どんどん出世していくってことは、まあ、ないわけですね。まあ、そういう人だと思われて、まあ、つまはじきにされるっていうか、まあ、辞めさせられなくても端っこの方に、で、くすぶるような仕事しか与えられないってケースになっちゃいますよね。で、自分の都合だけ優先させても、まあ、持続しないってことですね。居場所がなくなっていくってことですね。理想的なのは、俺の言い方で言うと、俺も9勝6敗狙い、会社も9勝6敗狙い。これが難しいんだな。五分五分ならいい方だ。9勝6敗を狙って検討して、やっと五分五分になるかな。しかし本当は五分五分ではただしのいだというだけだ。俺は会社に勝ち越したい。会社は俺に勝ち越したい。そのために双方が協力し合うんだね。矛盾しているように見えるだろうが、この矛盾が実は事物の本質でもあるんだな。まあ、なんとか会社がもう9勝6敗、自分も9勝6敗で双方協力して、よくすると。まあ、自由貿易体制っていうのはそうですよね。自分のとこで、日本だったら工業製品売るってことですよね。原材料仕入れて。で、原材料を売ってる国は原材料を売って工業製品買うわけですよね。得意なところで、お互い貿易して、で、お互いどっちも富が増していくってことですね。で、俺が理想的な状態だと。自由貿易体制の中でね。そういうのはなんか経済学とかって一生懸命その均衡点を考えてるわけですね。まあでも今、保護貿易にどんどん触れてきてますけども、まあ結局今、自由貿易でやってると、まあ一部のグローバル企業だけは儲かると、どんどん。で、ほとんどの、まあ、地元の製造業みたいなのは、どん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 、海外製品に押されて、まあ、調子悪くなっていくっていうのが、まあ、ありますよね。で、雇用がないから給料も上がんないと。まあ、このね、30年、25年、だから一番豊かになったのは、まあ、明らかに中国なんですね。で、中国の人がみんな豊かになったのはいいんですけども、その代わり、他の地域の人は、の中産階級っていうのは、まあ、所得が減って、没落してしまったっていうのが実態としてあるってことですね。ということです。だから、双方が協力し合ってないんですよね。今、世界の1%の金持ちと中国人しかこの2、30年、豊かになってないわけですよ。ほとんどの人は生活苦しくなってるんですね。どう考えても。日本は特に顕著ですけど。ということは、双方が協力し合って、豊かになるっていう、9勝6敗になってないってことですよね。本当の自由貿易だったら、お互いに豊かになっていくはずなんだよね、これね。確かね。そういう計算のもとにやってるはずなんですけども、なってないってことなんですよね。まあ、その貿易不均衡を是正するっていう形に、まあ、それが保護貿易になるかどうかは別として、なってると。で、我々も自由貿易みたいなものをやっていかなきゃいけないと。会社と自分との都合をどっちもうまいとこ協力して伸ばして働けるっていうしのぎ方をしていかなきゃいけないってことが書いてあるんですね。で、次回のところにそこはもうちょっと詳しく説明されていきますんで、また次回紹介したいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。